どうもこんにちは、元杉と申します。今回はですね、ちょっと新企画ということで、僕のおすすめのと、まあ、ファッション本を、まあ、ご紹介していきたいと思うんですけれども、で、まあ、ちょっと前の動画で、あの洋服の知識を、まあ、身につけるにはどういった、まあ、おすすめの本ありますかっていうので、まあ、一つ紹介したんですけれども、まあ、それが結構あのいろんな方から反響といいますか、あのためになったっていうお声いただいたので、まあ、せっかくなんで、ちょっとまあ今後も他に、まあそのファッション、アメカジの、まあ、勉強もそうですし、まあ楽しめるような本をちょっと少しずつご紹介していきたいと思うんですけれども、で今回まあ第1弾ということ、まあ厳密には第2弾なんですけれども、まあその1弾としてご紹介したいのがこの本なんですけれども、渋梶が私を作ったっていう本なんですよね。で、これはあの、最近の本で2017年で3月、今年の春に発売された本なんですけれども、で、まあこの渋梶っていう言葉は、まあ後からついた言葉ではあるんですけれども、まあ大体あの今の40代から50代くらいの方が、まあこの世代だと思うんですよね。で、時代で言ったら1980年代後半から90年代前半ぐらいまでの、まあ、渋谷であのアメリカンカジュアルっていうのが、まあ、爆発的にこう人気が出たっていう、まあ、ファッションの歴史があるんですけども、まあ、そこを中心にした話が、まあ、載ってまして、で、まあ、僕がですね、まあ、物心ついたというか、あの洋服てか、まあ、アメカジの洋服に興味を持ち始めたっていうのも、もう2000年をとっくに超えてる時代で、あの、まあ、この渋カジなんていうのは名前も知らなかったですし、あの、当時は。で、まあ、洋服屋で働いてからそういった言葉を知って、で、まあ、こういった文化があったんだよっていう話を、まあ、いろんな先輩方から、聞いたんですよね。で、まあ、この本にも結局、その、1980年代から90年代ぐらいで、まあ、渋カジっていう文化がどういうものかっていうことが、まあ、いろいろ書いてあるんですけれども、で、まあ、その内そういう歴史みたいな内容っていうのは、まあ、読んで、まあ、勉強するっていうのもいいと思うんですけれども、まあ、この本を読んで面白かったのが、まずそのインタビューが、あの、結構有名人、まあ、著名人、有名人のインタビューが、まあ、入ってて、で、まあ、実際にリアルに、その、渋カジって呼ばれてた、あの時期に、実際に洋服を買った立場の人と、あとはその、販売してた立場の、まあ、有名の方々、まあ、芸能人とかも載ってるんですけども、そういった方々の、こう、リアルな、まあ、昔話みたいなのが入ってて、それはすごい面白いなと思ったのと、あとはですね、結局今と昔でそのファッションの流れというか、その認識というか、まあ、そういったのが全然今の若者と昔の若者っていうのが違うなと思ったのが、まあ、その洋服に対する熱っていう部分で、まあ、僕の世代も、まあ、アメカジの分はとっくに僕は過ぎ去ってた時代に、まあ、洋服をまあ、一生懸命買い始めた人間なんで、実際この渋カジブームが始まった時にちょうど僕生まれたんで、まあ、もちろん知ってるわけないんですけれども、それでも、まあ、2000年前半ぐらい、まあ、今みたいにこうファストファッションが全盛期みたいな感じじゃなかったんですよ、まだ僕の時も。で、アメカジではないんですけれども、その洋服に対するこう若者の熱っていうのが結構すごくて、で、まあ、僕は地元が愛知県の、まあ、田舎なんですけれども、そこですらですね、まあ、当時、まあ、2000年前半でも全然インターネットとかも普及してなくて、携帯も全然ガラケーだったんで、その情報を仕入れるとしたらやっぱりファッション雑誌をとにかく見るのと、あとは洋服屋の店員さんに聞いたりして、まあ、いろいろ勉強したんですよね。で、今みたいに例えばユニクロさんとか無印さんとかもあんなにものすごくラインナップもなかったんですよ。今ってもデザイナーさんとか入れて、そういったお店さんでもものすごいこうおしゃれで、かっこいいような洋服っていうのはいっぱい低価格で売ってると思うんですけれども、
そういったお店さんも昔は本当にベーシック、本当にベーシックなものしか数量しか置いてなかった時代なんですよ。なのでまあとにかくその洋服を買っておしゃれになりたいと思ったら、もうとにかくあの本読むかそういうおしゃれな人に聞いて頑張ってこう洋服を買うしかなかったんですよね、僕の時代でも。で愛知県の田舎だったんですけれども、まあ当然その東京で売ってるようなあの有名ブランドみたいなのは全然売ってなくて、でまあ地元のまあドメスティックブランドみたいな感じだったんですけど、広まってたのは。それでもですね、ほんのちっちゃいお店が駅前だけでも2、30店舗ぐらいあったんですよ、その当時って。でそのファッ地元のファッション雑誌持って、あの一軒一軒も友達 4,5 人ぐらいでこう回ったりして、であれかっこいいこれかっこいいみたいな感じでやって、でまあ、当然お金持ってないんですよ、学生で、当時高校生とかそれぐらいの時って。でまあバイトしてる人は、まあ、バイトして、まあ、ちょろちょろ買ってた部分はあるんですけれども、で僕もその本当になんか少ない小遣いを貯めたりとか、まあ、飯とか抜いたりして、でようやく貯まったお金でこうようやく買ったみたいな感じで、それが当たり前だったんですよ。ちょっと身分不相応じゃないですけれども、ちょっとこう自分はちょっと普段手が届きそうにないものを一生懸命お金を買って背伸びをして買って、でそれをでおしゃれしてなんか女の子とデートに行くとかどっか出かけるみたいな感じだったんですよね、僕の世代も。まあ、でも僕の世代がそれギリギリだと思うんですよね。今ってもうインターネット もう爆発的に普及しちゃってますし、いろんな安くて、まあ、いいと言われる洋服もすごい出てきちゃってるんで、まあ、そういった文化自体がなくなるのはしょうがないかなと思うんですけども、で、まあ、結局この本に書いてあるのは、まあ、そういったのの、まあ、原点というか、まあ、昔は本当に、まあ、今みたいに情報が流れてなかったんで、まあ、洋服を買っておしゃれを楽しむっていう熱っていうのがすごかったんですよね。まあ、みんなおしゃれに必死だったというか、でそういったのを、まあ、改めてこう認識させてくれる本だとは思うので、まあ、本当に単純にこの渋カジノ文化っていうのを勉強するには最適な本だと思いますし、今僕が言ったようなその昔の若い世代の人たちって洋服に対してこんなに熱があったんだっていうのを、まあ、すごくこう再認識させてくれる本だと思うので、でまあちょっと税別で1600円ぐらいするんで、まあそんな安いものではないんですけれども、まあ、もし興味があったら若い世代の方にも読んでもらいたいと思いますし、まあその、まあ、この渋カジで育ったような方も、まあ改めて、まあ昔の、まあ、思い出を、まあ、思い出すじゃないですけど、そんな感じで読んでも面白いと思うので、まあ、もし興味あったらぜひ読んでみてください。それではこの動画が楽しめましたら、高評価とぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。では本日もアメカジファッションを楽しんでいきましょう。